半幕の本家の半米岩先生です。またですね、ビジネス戦略が来ました。でね、いつもなんだけど、まあ大家としてね、家賃を貸してましてね、で、社会の力関係でですね、その私の賃貸ですね、賃貸とかね、いろいろあるんですけど、貸してる物件ですね、の、お客さんがね、移動ということでですね、私の方に家賃中収入が入れなくなってしまいました。でですね、これはね、社会的な力関係でね、この人の方の私の力大きいもんですからね、お客さんが全部逃げちゃったんですよ。逃げたというか、全体の人間たちの圧力でですね、力関係でね、私の方に家賃収入が回っていくとね、力が強いからということでですね、お客さんが、入れなく、契約はね、もう、取れなくなりました。ということは、そこの私の大家として貸してるね、物件ねが遊びになってしまうわけですね。大変つらいですね。それとね、そういう、まあ、社会的なね、ビジネスの戦略が入ってきまして、で、それからあんまり良くないけども、デルマーケットでね、月16万ぐらい稼いでてましてね、それで私の収入のために収入が取れるからということで、デルマーケットのダウンロードサイトがウイルスでやられました。これは私のことでやられたんだと思うんですね、力がね。以前はね、MT4 の投資会社、ロシアのとこと、戦争になってね、で、私が乗ろうとしていて、リゾート買いたいなということで言ってた、マレーシア航空機撃墜されたんですけど、そんなこともありましてね、福島原発はね、私がこっち移動したんで、付け火ですね、これも、やられたんですけども、近くに、ちょっと離れてましたけども、まあ、近くに住んでるということだね、あるいは、事故じゃないんですね。まあ、地震程度では、原発は起きなかったんですけども、私がこっちいるんで、捨て身でね、働いていて、捨て身で攻撃にあったものですね、私がね。でね、そんなことで、まあ、大きいのとか、家賃収入なんかの、攻撃ですね、社会の攻撃が食らいました。だから家賃収入がもらえないということでね、しかし予期してまして、調査したわけですね、ついてみてね。ああ、そしたらやってました、もう前もってね。ただそれをね、調べてなかったらいきなり私の収入がなくなってしまうということが分かんなかったんでね、まあ3人しか入ってなかったということでね、いうことで、次の契約はもうできないということですね。ということは大きいですね。多い時はだから年金ぐらいはもらえるわけですけどね、安い年金ぐらいは入ってくるということではあったんだけどね、これがなくなりました。それで、投資なんだけども、ちょっと失敗しまして、11連敗して打撃をもらって、来年から年金もないと行くといけないなというようなことになってましたけれども、また
一つ投資でね、やってたら稼げるということはね、まだテストしてなかったんですけど、テストしたら一つは勝ってたんで、デモテに変えましてね。で、間に合うかな、もう瀬戸際ですね。私の生活費、年金になってしまうか。で、還暦でまだ早いんで、年金もらうのが非常に少ない年金になってしまうと。最低で生きていくのに、生活で生きていくのに最低金額になるということ。私のはね、自分のテニスコート上のね、土地とかね、家庭菜園用の土地とかね、あとこちらですね、それと家賃収入得てる土地ですね、があるんですけど、固定資産税がかかるわけですね。あんなことで、また収入がないときついわけですね。そんなことで、私の仕事戦略で家賃収入が潰されました。しかし、それはそれでいいと思うんですけどね。こういう厳しいね、社会の受けは、慣れてきたんで、しょうがなくはないけれども、また次の過程にね、頑張って負けないようにしていけるんで、この辺がね、強いかと思います。どうもありがとうございました。